こんにちは、M コーポレーションの風見です。本日はプロテクション PC と IoT ということで、第1回目ご説明していきたいと思います。まず IoT とはというところで、IoT とは何かと言いますと、物のインターネットって言われてますけど、物のインターネットって言われてもっていう方が多いかと思います。これを少し、もう少しわかりやすく言うと、今まで経験や勘が頼りだった現場を見える化するというところですね。これが IoT と言われているものの一部です。じゃあこの見える化って何かって言いますと、物の流れ、製品の精度、品質の均一化、品質の保全、製造ラインの稼働状況、人の動きという、まあ、今まで、見える化に取り組んではいるんですけども、実は経験値や勘が頼りだったり、実は無駄が多かったり、基準があるようでなかったりというところがあります。これを数値化してよく見えるようにしましょう、改善していきましょうというところなんですが、実は見えているようで見えていない現場が多いと、ここが重要です。次回はですね、このプロテクション PC が IoT にどのように関わっていくのかというところをご説明していきたいと思います。